やっぱり今って、まあ、ホットケーキとかパンケーキがね多いじゃないですか。あれにはない薄さがある、この薄さがホットケーキですよ。いただきます。食べたことある。めちゃくちゃ食べたことあります、このホットケーキ。嬉しくなります、このホットケーキ。はい、梅田のこちらは茶屋町界隈なんですかね。この辺は夜行バスにね乗ることが多かったんで、今から東京行くぞっていう時はこの辺よく歩いてましたね。でも時間にルーズなんで、ギリギリにねバス乗り場にたどり着いて、うわギリ乗れんかったみたいなこともあったりとかの場所。あれこちらですか。お、ステンドグラス喫茶ありささんですね。もういいですね。あ、めっちゃ喫茶店やな、純喫茶。こんにちは。あ、お邪魔します。はい、お願いします。よっ、すいません。こんにちは、お邪魔します。アンティーク調の家具が並ぶクラシカルな店内。落ち着いた雰囲気の中、ゆったりとした時間が流れます。あ、こんにちは。はい、いいですね、なんか雰囲気あるな。あ、こちらおすすめのドリンクとかってありますか。アイスコーヒーです。アイスコーヒー、はい、じゃあいただきます。アイスコーヒーお願いします。このタイプのアイスコーヒーなんですね。これ熱が下がらない。あ、いいですね。難しい。はい。こちらアイスコーヒーのこだわりとかあるんですか。そうですね。はい、美味しいです。美味しい。はい。いや、それも間違いないです。こだわりですね。まずじゃあどうぞ。ブラックでいいですか。はい。どうぞ。はい、うん。うん。あ、なんだろう。苦味は来るけど、あっさりしてる気がする。あ、当たってます？苦いけど、なんか あっさりしてるような気がするんですけど。美味しいですか？美味しいです。美味しいは間違いなく美味しいですね。ちょっとネル、ネルドリップで入れていますから。ネルドリップ、それ今なんかささやきおかみ。ささやきおかみみたいな、気のせいかな。これお店のお名前、アリサ。はい、アリサさんの由来とかってあるんですか。女の人の名前。女の人の名前。あら、なんかアリサンキュラリサ。まだささやきの神がいるんですよ。ありがとうのアリ。ありがとうのアリ。はい。に。サンキューのさ。ありがとうのアリにサンキューのさ。サンキューのさ。あの営業のサンキュー。営業のサンキュー。英語のサンキュー。じゃあアリさんでじゃないんですね。アリサ。アリサなんですね。はい。で、人の名前って最初言おうとしたらね、止められましたけど、店の内装もすごい雰囲気があって、何をコンセプトにされてるんですかね、このお店は。日本語も近づいていってね。お姉さんからおかみに近づいて。はい、はい、あ、来た来た。落ち着ける雰囲気を、ね、あ、そうですか、はい、落ち着くの雰囲気があります、はい、落ち着くの雰囲気がある。はい、はい、誰なんですか。うちのママさん。はい、うちのママさん。あ、ママさんなんですね。なんかハイゴレのように出て。あ、問題。これ、はい、ママさんですね。あ、こんにちは。ありがとうございます。あ、オーナーさんなんですか。あ、はい、お店の内装は何かイメージがあるんですか。特にイメージはないんです。まあ、あの先代の父の好みなんですけども。お父さんがってことなんですね、はい。まあ、落ち着ける雰囲気を出そうということで、はい、なるほど。お父さんは何きっかけでこのお店を作ろうとされたんですかね。
もともとはパン屋やってたんですけども、あ、まあ、はい、まあ、パン屋があまり儲からないということで喫茶店に変えたという喫茶店はパン屋よりは儲かるんですか？で、そう、あ、そうなんですか。パン屋さんやっぱりパン職人さんとか結構プロを雇わないといけないので、その辺が大変みたいです。この喫茶店のこだわりってあるんですか？この店にしかない、まあ、とにかくコーヒーを美味しくっていうのが。コーヒー美味しくはすごいですね、はい、あ、パンにこだわりがあるんですか？パンには全然こだわりないです今は。え、パンにはこだわりはないんですか？はい、元パン屋でしたけど、はいはい、今は別にコーヒーに特化して、まあ、はい、うちの店メニューがあまり他にないんですけども、とにかくコーヒーを美味しくっていう、それだけに集中したっていう。コーヒーにこだわりがあるんですね、やっぱり、はい、まあ、売り上げの9割がもうコーヒーなんで。今日コーヒー、みんなコーヒーばっかり頼む。そうですね。メニューは、メニューはすごく、あ、いいですか、もう新、なんかコーヒー学園祭みたいに新聞。学園祭みたいコーヒー、カフェオレ、ここはいっぱいありますよ、はい、紅茶、ミルク、トマトジュース、オレンジジュース、はい、でもあんまり凝ったものないんですよね、パフェとかそういうのは。え、あ、でもだってほら見てください、これドーナツありますよ、はい、これなかなかないんじゃないですか、他のお店で。そうですか、うん、これはパン屋、いや、仕入れてます神戸ドーナツっていう、なぜか市場、神戸ドーナツね、なぜか市場縄手で作ってるのに神戸ドーナツっていうドーナツ神戸ドーナツって市場縄手で作ってたんだでもホットケーキとかホットドッグもあるし、ちゃんとご飯もあるじゃないですか、ナポリタンとか焼きそばとか。そうですね、はい、一応あります、はい、一応あります。でも、はい、お昼ご飯食べに来る方はやっぱでもこの辺頼むんじゃないですか。そうですね、ナポリタンが人気ですかね。焼きそばは、焼きそばよりやっぱナポリタンで。あ、そうなんですね。で、焼きそばは人気じゃないんですか、そんなに。そんなに人気じゃないです。そんな人気じゃないですでもなんかここ一番個性出そうな気がする、はい、焼きそば。ほら、あのね、あの写真も、写真も焼きそばあるじゃないですか、はい、ホットケーキめっちゃええですね。焼きそば、焼きそばの写真も黒くて全然売る気ないみたいな写真見られる。なんで売る気ないですか。綺麗な写真撮りましょう。え、なんでですか。なんかここで撮ったらあんな写真になってしまうの。ここで撮ったら、なんか、その写真、カメラマンに頼むとか。そこまでする気はない。気はないんですか。妖怪。妖怪っていうのが分かる。はいはい。中央区の妖怪。あ、来た。あれ。すごい。ホットケーキですね。ありがとうございます。これやっぱ人気ですか。はい。これやとシンプルイズベスト。これはお店で焼いて作ってるんですか。仕入れですか。はい。出品とです。でも美味しいです。美味しい。美味しい冷凍のホットケーキ。素人が変に作るより美味しいです。あ、だから素人が変に作るより、そんなことよりもいかに美味しい冷凍のホットケーキを仕入れるかにもう努力されてるってこと。また載せますよね。よっよっよっ、はい、バターを載せました。メープルをかけます。おお、よいしょ。お、はい、じゃあちょっといただきます。やっぱり今って、まあ、ホットケーキとかパンケーキがね多いじゃないですか。パンケーキ美味しいお店とかね、はい、次流行、今時流行って今も流行ってますけど、あれにはない薄さがある。うん、でもこの薄さがホットケーキですよ。いただきます。食べたことある。めちゃくちゃ食べたことあります、このホットケーキ。嬉しくなります、このホットケーキ。これだよ。手作りのメニューってあるんですか。ないです。ないです。ちょっと芸人で、ハクション中西っていう、まあ、ピン芸人がいましてね、
まあ、お笑いライブで一人で単独ライブをしたそうなんですよ。その単独ライブ当日、実はずっと可愛がっていた愛犬が、ワンちゃんが死んじゃったそうなんですよね。なので悲しみの中でも来てくれてるお客さんに自分の笑いを届けるんだと、もう一切涙も見せずに単独ライブ、お笑いライブに集中したんです。そのライブを、まあ、記録用にビデオカメラでずっと撮影して、後からね自分のライブの映像を確認したそうなんですけれども、一箇所だけ不思議な音声が入ってたそうなんですよ。その音声っていうのが、ハクション中西がライブで唯一滑った瞬間に入ってたっていうことなんです。お笑いライブって受けたら笑い声がこうね聞こえるわけですけれども、ここボケですよっていうところで滑るとシーンと静寂になるはずなんです。なのに滑った後シーンと静寂になっている時間、ワン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 、犬の鳴き声が入ってたそうなんですよ。その映像を見たハクション中西は涙が止まらなくなって、これは俺の大好きな愛犬が自分が滑ったネタをごまかしてあげてたんじゃないかと。そんな不思議なことってあるんですね。